Use it! ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正夫が毎朝お届けしちゃいます。 Here we go! 皆さんおはようございます。今日は、モーニングイジット。今日は2010年12月24日金曜日、第59回目のモーニングイジットです。タイトルコールは七色の声、梶田香織さんのご提供でお送りしております。いよいよクリスマスイブですね。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。動画だけを見られている方は、素敵に儲けるユージット、またはユージットあなたが主役で検索をしてみてください。ブログまたはフェイスブックのファンページを見ていただくことができるようになっております。ソーシャルメディアコンサルティングやっております。ご興味のあられる方は kato@8en.jp までメールをしてください。お願いします。それでは今日お届けしたいのはですね、2011年ソーシャルメディアで活躍する人5つのトレンドというですね、海外の記事を見つけましたので、そちらをお届けしていきたいと思います。2011年ソーシャルメディアで活躍する人っていうのはどのような傾向を持ってる人なんでしょうか。早速皆さんとシェアしていきたいと思います。まずですね、この記事で私が一番惹かれた部分を、皆さんにご紹介したいと思います。Why the output of a product or service may be innovative? It is the thinking behind them that creates the innovation というふうに書いてあって、ソーシャルメディア、まあソーシャルメディアに限らずなんですけれども、製品だとかサービスが非常に革新的だったっていう場合にはですね、やはり、まあついついその、あ、すごいことであったな、なんか真似しようかなだとかですね、そういったところがもしかしたらあるかもしれません。例えば2010年に活躍したところでいけば、例えばフォードモータースですね、フィエスタムーブメントだとか非常に革新的な事例が出てきました。それを見てなんかすごいなっていうふうに思ってるだけではなくてですね、実は彼らが持ってる思考回路というか、どのように考えているからこの成功が生まれるのかということをしっかりと追っていくべきだっていうところがその記事にあって、私は非常にそこに共感したんですね。それでは、その、じゃあ、5つのトレンドっていうものを早速シェアしていきたいんですが、Look for those who understand associating っていうところです。まず、一つ目の特徴ですね。ソーシャルメディアで2011年活躍していく人っていうのは、アソシエイトしていく。まあ、人々を結びつけていくっていう役割のできる人っていうところなんです。まあ、革新っていうものはですね、やはり、知識を持っている人、様々なタレントを持っている人が結びついてこその、やっぱり革新というところがありますので、これができない人だと、どうしてもですね、思考が、非常に、狭いところに落ちていってしまうというところが書かれていました。もう一つ、Look for those who never stop asking questions というところで、まず、もう質問するのをやめない人、っていうところがソーシャルメディアで、大きく2011年活躍するでしょうというところでした。質問することによってですね、新たな、側面が見えてくる。そこがとても大事。まあ、エンゲージメントを作っていく際にもですね、まあ、こちらが分かっていると思っちゃいけないというところがあります。本当にオーディエンスが何を考えているかっていうのは、もう asking questions をやめないことだっていうところなんですね。そして、3つ目。Look for those that closely observe the details of people's behavior というふうに書いてあります。まずですね、人々が何を考えているのかっていうようなことをしっかりと把握するために、人々がですね、どのような行動をとっているのか、そのディテールをしっかりと見ていくことができる人。そこが、2011年、ソーシャルメディアで大きく活躍する人だというところなんですね。なので、一つのコメント、一つのポスト、その中に、どのような傾向が見て取れるかというところのディテールをしっかりと読み取っていくことができる人、そこが大切だということでした。それから Look for those that experiment. Experiment っていうのは実験するという意味です。とにかくいろんなことを試してみようとする人ですね。一つのやり方に固執するのではなくて、こんなやり方だったらどうだろう、あんなやり方だったらどうだろうということをいろいろ試せる人、それが大切だということです。それから最後に、Look for those seeking new knowledge というところです。新しい知識をやっぱり、常に探している人というところですね。ソーシャルメディアの中では本当に新しい技術がたくさん出てきます。まあその技術を追ってばかりもいけないんですけれども、新しいやっぱりやり方だとかそういったものがあったら、
どのようなものなのかということを少なくとも把握しようとするということはとても大事なことだと思います。その上で自分のソーシャルメディア対策の中に取り入れるのか取り入れないのか、それは自由だというふうに思います。ということで、2011年、この5つのトレンドをしっかりと身につけていただいて、ソーシャルメディアでご一緒に大活躍していきましょう。それでは、来週からのモーニングビジットもお楽しみに。Stay tuned!